人類と食の進化食べることが人間を作った原始の食生活狩猟採集の時代人類の歴史の大部分は狩猟採集社会の中で過ごされました最初の人類は自然界に存在する動物や植物を狩り採集しながら生活していましたこの時代の食事は非常に多様で 地域によって食べ物は大きく異なりました。狩猟採集社会では、肉、魚、果物、野菜、ナッツ、種子などが主な食材でした。この食生活は、私たちの祖先にとって非常に重要でした。動物の肉を食べることで、タンパク質と脂肪を豊富に摂取でき、 これは脳の発達に寄与しました。実際、霊長類の中で人間型の種よりも大きな脳を持つようになったのは、この高エネルギーの食事が大きく影響していると考えられています。また、狩猟採集社会では、食べ物を得るために移動し、季節によって食料の種類が変わるため、 適応力や想像力が求められました。これが人類の発達において、知恵や戦略、協力の重要性を高める要因となりました。食物を分け合い、協力して狩りをすることで、コミュニティ内の絆が強まり、社会的な構造が形成されていきました。 火の発見と調理の革命。火の使用が普及した約100万年前、食べ物を調理するという画期的な変化が起こりました。火を使って食べ物を調理することは、食べ物の味を向上させ、消化を容易にし、病原菌を殺すという利点をもたらしました。特に肉を調理することで、 より多くのカロリーを摂取できるようになり、脳のさらなる発達を可能にしたのです。調理の技術が発展するにつれ、人類は様々な食材を利用するようになりました。調理法の多様化は、味覚の発達とともに食文化の形成に寄与しました。調理された食べ物は保存もしやすくなり、 食べ物の管理や分配が可能になったことで、集団生活がより安定し、定住生活へとつながりました。また、火を使った調理は、食事の場をコミュニティの中心に据えることを可能にしました。集団での食事は、情報の共有や社会的なつながりを強化する場となり、 コミュニティの団結を強めました。このように、火の発見と調理は単なる食事の手段を超え、社会的な結束や文化の発展に大きな影響を与えました。農業の発展と食の多様化、約1万年前に始まった農業の発展は、人類の食生活における次の大きな転換点となりました。 農業は人々が狩猟採集に頼らずに食料を生産できるようになったことで安定した食料供給が可能になりました。これにより人類は定住生活をはじめ大規模な文明の基盤が築かれることとなったのです。農業の発展により 一定のの作物や家畜が食生活の中心となり地域ごとに異なる食文化が形成されました。例えば、メソポタミアでは小麦や大麦が主食とされ、米はアジアで主要な作物となりました。これらの作物は、地域ごとの気候や地形に適応して栽培され、食文化の多様性を生み出しました。 また、農業の普及により、食べ物の保存方法や加工技術も進化しました。発酵、乾燥、塩漬けなどの技術は、食料を長期間保存することを可能にし、飢餓に備える手段となりました。これにより、食料の季節的な変動に対処できるようになり、 さらに大規模な都市が形成される基盤が整ったのです。食文化の発展と社会の形成。食は単なる栄養摂取の手段を超え、文化の象徴としての役割を持つようになりました。食事の習慣や食材、調理法は各文化のアイデンティティキを形成する重要な要素となり、 宗教や儀式と密接に結びついています。例えば、宗教的な理由から特定の食材を避ける文化や、祭りや儀式において特別な食事をとる習慣が生まれました。食文化はまた、社会的な階層や経済力を象徴するものでもあります。古代エジプト野郎までは、 豊かな海藻が珍しい食材や豪華な宴を通じてその地位を固持しました。このように、食は社会の構造を反映し、同時にそれを強化する役割を果たしてきました。さらに、交易の発展により、異なる地域の食材や調理法が交換され、食文化は国境を越えて広がるようになりました。 例えば、スパイス貿易は世界中で食文化の変革をもたらし、ヨーロッパに新しい風味や料理のアイデアをもたらしました。このように、食はグローバルな影響力を持つ文化の要素となり、世界中の人々のつながりを深める役割を果たしてきました。現代の食と健康食生活の変化、 現代においては産業革命や技術の進化に伴い食生活も大きく変化しました。加工食品やファストフードの普及により食事はかつてないほど手軽で便利になりましたがその一方で健康への影響も大きくなっています。肥満や生活習慣病の増加は 現代社会が抱える食に関する大きな課題の一つです。また、現代では食の安全性や持続可能性が重要なテーマとなっています。食品の生産過程での農薬や化学物質の使用、環境への影響、動物福祉の問題など、消費者が食べ物を選ぶ際に考慮すべき要素は増えています。 これにより、オーガニック食品や地産地消しの食材が注目されるようになり、食の選択が個人のライフスタイルや価値観を反映するものとなっています。さらに、テクノロジーの進化により、人工肉やバイオテクノロジーを利用した新しい食材が登場しつつあります。これらの技術は、 持続可能な食の供給や食料問題の解決策として期待されており、未来の食文化を大きく変える可能性を秘めています。結論食が人類を形作る。食は、私たちの生存にとって欠かせない要素であるだけでなく、人類の進化や社会の形成に深く関わってきました。食の進化は、 私たちの身体や脳の発達、文化や社会構造に大きな影響を与えてきたのです。火の使用、農業の発展、調理技術の進化といった歴史的な変化は、すべて人類が食を通じて環境に適応し、進化してきた証です。現代においても、食は私たちの健康や環境、 社会的な価値観に影響を与え続けています。職を選ぶことは、私たちがどのような社会を目指し、どのように生きたいかを反映する行為です。これからも、職の選択が私たちの未来を形作る重要な要素であり続けることでしょう。